はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあマスターデュエルサービス開始されましたとか言われてますね。ティアラメンツとかいうぶっ壊れテーマが来たせいでやっとマスターデュエル始まったかみたいな、終わったら間違いかなみたいなこと言われてるんですけども、今回はまあ環境トップと名高い石津ティアラメンツ作ってきましたのでご紹介していきたいなというふうに思ってます。あのティアラメンツね、あのプレイングむずいわ、あの選択肢多すぎこのデッキ、しかもなんかアドリブ力必要だからなんか決まったルートとかないし結構むずいですね。はい、で、まあ、使いながら慣れていただければ皆さんもいいのかなと思うんですけども、まあ、今回構築のポイント的なことをお話しすると、まあ、とりあえずティアラメンツネームのやつは全部ガン積みですね。はい、当たり前に。で、トラップカードと魔法カード、まあ、これが、スクリーム、これ墓地壊し効果3枚墓地送るっていうティアラメンツがいればね、なんかモンスター出てきただけでなんか墓地送る効果あるからこれ結構強いのと、墓地送られたらティアラメンツトラップカードサーチできるっていう普通に最強の効果してるんでこれも3積みしてて、でトラップカードですね、トラップカードもねこれね墓地落ちた時の効果めっちゃ強くて、とりあえずこれだけ2枚にしました。はい、ちょっと本当は3枚入れないんだけどちょっと枠がない。でティアラメンツサリークはなんか無限包容ですね。基本的にはティアラメンツがいないと基本的にこのトラップカードを全部効果適用できないんですけども、これが無限包容しながらその後自分のフィールドのモンスターに行って墓地を送るっていう効果で、ティアラメンツって結構ねあの効果で墓地を送られるとなんかいいことが起きるじゃないですか、まあ、これ だったら融合するし、これだったらなんか自分から墓地から特殊化しながらなんかティアラメンツを送るしみたいな、いろいろいいことが起きるので、まあ、それで墓地を送っていく感じになりますね。で、クライム、これはねカウンタートラップで何でも無効です。はい、何でも無効カウンタートラップで、発動無効にしながらその後持ち主のデッキにその無効にしたカードを戻して自分の手札からモンスター1体墓地を送るっていう、でこれでねなんかあの手札に引いているティアラメンツたちの効果をまあ起動していくみたいなイメージですね。クライムはで、こっちのメタノイズ、これは、ね、月の書ですね、月の書しながら、デッキからティアラメンツモンスターを墓地を送るっていう、まあ、愚かな埋葬の月の書です。はい、強すぎだろ、愚かな埋葬の月の書の両方とも打つっていう。で、こいつら全部効果で墓地を送られた時に、例えばこいつだったら墓地のティアラメンツ回収、これだったら、ティアラメンツサーチデッキからで、これだったら、除外されたティアラメンツを回収するという効果があって、これなんで入ってるかっていうと、あのね、まあ、ミラジードとかあと、まあ、冬桜とかで除外されちゃうことがあってキトカロスが、まあ、それをねあの戻してるんですよね、クライムがあれば。なので一応ピンズしました、一応入れといて、あの除外されてしまった、まあ、キトカロスとかを、まあ、戻すっていう動きをすると、まあ、制限カードですけど一応使い回しができるんで、はい、まあ、そんなイメージですね。で、課金モンスターたちの共通効果は、まあ、解説とかでやった通りなんですけども、融合効果内蔵しているのと融合効果誘発させるモンスターがいると。で、エースモンスターは基本的には、ルルカロスかまたはカレードハートになってて、ルルカロスだったら特殊召喚の効果を無効にするっていう効果と、カレードハートであれば、出てきた時または水族が効果で墓地を送られると、相手のカードバウンスできるっていう効果ですね。はい、こっち召喚ムービーやりました。で、こいつはね両方とも、墓地に落ちた時の効果が強くて、カレードハートであれば、特殊召喚こいつをしながらデッキからティアラメンツを送れるっていう効果があって一番の効果起動できます。はい、だから、まあ、あのトラップカードとかの効果でね墓地を送ってあげると結構強い動きができるかな、ワンスしてから融合みたいなこと言えば。で、キトカロスであれば、墓地を5枚肥やせるんでこれでまた、融合する効果を誘発していけるっていう感じですかね。はい、で、その他にも、まあ、ランク4結構いけるんですよ。シェイレーンとレイノハトとかあと、まあ、ムドラとシェイレーンとかで召喚権とか使わないでね、レベル4みたいに並んだりするので、ランク4モンスター結構入ってまして、まあ、環境的にはミラーが多くなると思うので、まあ、支援いそものはめっちゃ強いと思います。これ先行で出して、ティアラメントを騙せる、カードですね。で他にもね、墓地結構肥やせるんでディバイナーが墓地落ちて、でメイルーがレベル2なんですよ。なんでメイルーがキトカロスとかの効果で特殊ができるんで、これであのエルフとか出して、でエルフで、ディバイナーを特殊召喚して、でディバイナーのレベル6にしてからレベル4とでバイロネスとかいう動きもできますし、これまあ臨機応変に対応できますね。あと相手のウザってなんか永続トラップのワンチャンヌトスとかで、破壊できたりします。はい、まあね使ってると分かるんですけどパワーを感じますね。パワーを、令和のパワーを感じるこのデッキは。うん、まあ多分なんかそのうち使えなくなると思うんですよ制限カードとかばっかになるからこれ禁止になるし、だから多分今しか使えないのでパワーを感じください皆さんもぜひ。はい、でミラーを意識するために、マスク転生感を入れましたこれ結構強くて、なんかあのダークロー出せるんですよ。あのキトカロスとか対象にとってダークロー出したりとか、相手の
妨害無限法要とか打たれたメイルとかを一応マスクチェンジって言ってダークローに変身とかできるんで、まあ、ちょっとケルベックに若干弱いっていうのがあるんですけど、まあ、一応ね、ケルベックさえなければまあ積んでくれるレベルでダークロー君結構強いと思うので、まあ、これちょっと入れてみてます。はい、構築マジむずいんで皆さんもねこういうカード入れた方が強いとかあったらね教えてくださいぜひ。はい、というわけでガバガバプレイングティアラメンツデッキ分回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあやっていきますで、ガバガバプレイティアラメンツ使いによるティアラメンツ講座増時。なるほど、ドローフェイズ増時ね、参戦ケアね、えらいな。相手ハンド強いのかな。じゃあ、まあ、とりあえず一回増時は墓穴で、ちょっと意外と特殊召喚するんで、ね、はい、シングル戦だから墓穴入ってる方がいいと思うんだよな多分。でですね、とりあえずインスタンティングフュージョンから打つしかねえかな。インスタンティングフュージョンから打つしかねえ。で、キトカロス特集、はい、これ無限保養とか意外ときついよ。これ意外と無限保養きついよ。あ、オッケーオッケー、これ今のもなんかメイルから行くべきなんかな。ちょむずいわこのデッキむずいわ。で、キトカロス効果選択肢がまあ多いんですよこのデッキ。今のも別にメイルから行ってもいいですよ。はい、で、レイノハート特殊召喚効果をチェーン1にして、で、キトカロス効果、墓地へ5枚送るという効果で、レイノハートはティアラメンツモンスターを好きなやつ墓地送るという効果ですね。はい、で、墓地送るのは、シーレンで、さあ、チェーン考えるぞさあまずは、メイルの処理入って、いやこれウルカロスかな。カレードハートも出せるんだけど、いやまあ特殊召喚一応無効にできるルルカロス君の方が、まあでもこれ言うてね、サリーク引いてるとき結構ねカレードハートもありなんだよね、全然強いんだよね。まあ一応特殊召喚無効にできるんでルルカロス出しましょう。でルルカロスで、ストリーク効果でメタノイズ、これ月の章ですね、これ月の章。今月の章と無限法要持ってます基本的には。月の章と無限法要でメイルー召喚でメイルー効果、さあパチンコ開始、キュイ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 ンキュインキュインや、キュインキュインでもねえか、でも言うて融合はできねえな。まあいいや、でもまあそこそこキュインキュインだなこれで。ですね、レイのハート特殊化しながら自分の手札から、ティアラメンツカードを墓地に送る。これ墓地から回収できるんで普通に、メタノイズの効果で、シェイレーンを持ってきておきましょう。 OK で、シェイレーンはちなみに、手札から出す方の効果は使ってないんで一応使いますね。でシェイレーン効果、ケルドを手札から墓地に送りながら特殊召喚するとかいう地獄みたいな効果、はい、アギド効果使わない方がいいかな、使わない方がいい。さあモンスターがいっぱい並んだぞ、どうしよう。こっからどないしよう。やれること多すぎて草なんだけど、シェイレーンでいいか。でシェイレーン と、メイリューでリンク召喚してスプライティングエルフ出していく。でこれで相手ターンに、レベル2をね特殊召喚できますね。でレベル42体で、深淵に潜んでいく。これで無限包囲をちなみにケアしながら相手の墓地目倒していく感じですね。はい強くないこれ、さすがに強すぎだと思うんですけど、まあ、とりあえずコストだけ用意しておきましょう。このサリークはねティアラメンツモンスター墓地に送るっていう効果があって、無限ホイ落ちながらなので、これで、メイルを墓地に送るとまたメイルの効果が発動できるみたいな感じですね。でキトカロスを融合召喚していくみたいなイメージ。はい、さあかかってこい強い。でドローフェイズ支援に潜むので、これで無限ホイをケアしながら相手の墓地で発動するカードは完全に無力化していく、強すぎ。さあおっと、これティアラメンツじゃないですかこれティアラメンツだろ。いや、俺ルルカロスで無効にしたいんだよ。さすがに、特殊化する効果を無効にすることができる。で、その後ティアラメンツモンスターを墓地に送るという効果があります。はい。で、バリバリする。で、バリバリして、パリーンって言って、で、メイル墓地送って、はい。で、メイルちゃんの効果発動する。墓地送られると融合する。相手ターン融合。なにーだーにー、待てよ、あれそれ俺墓出したぞさっきあ、俺それ墓出したよな。あーはい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 、はい、墓なってますよかわいそう、墓な忘れてたんから。まあとりあえずじゃあちょっとキトカロスいくか。キトカロスで、あ、てかカレードハートよかったか、別に直接
直接カレードハードでもよかった気がするな。まあいいや。これ若干無駄な動きしてるかな。キトカロス出します。でキトカロス融合召喚で効果発動します。これで、ハーフニス効果発動します。ハーフニスで融合します。うおー、墓地のモンスターおよびフィールドのモンスターで融合召喚。あらわらろティアラメンツカレイドハート強え。召喚ムービーこいつなんですよね、なんか知んないけどね。おう、あ、出たレイドハートどうぞ。いや、墓地効果使えないから無理だろこれ。墓地効果使えないとかいう効果適用されてるからもう多分無理だと思うんですよね。メインフェス終了前、このデッキ選択肢多すぎなんだけどマジで。ちょっとやばすぎ、やれること多すぎて腐るんだけど。カレイドハーティング効果発ドゥ、効果発ドゥ、これやりすぎかなこれ。いや別にエリクなんて流れてもよかったか。ちょっと若干やりすぎ説はありますね。ですね、なんでもいいかこれ。ここでキトカロスだったくせえなこれ多分。これ多分ねちょっとミスったわ、ちょっとミスったが、まあシェイレンの方からも融合できるで、アギドいいでしょう。これ多分ね、キトカロス使わないで直接カレードハート行ってから、この次の この効果でキトカロス行った方が良かったかもしれない。マジむずこのデッキ。やばすぎ。まあ、ルルカロスはもう効果使って用済みなんで、後でもう一回出してやるわ。後でもう一回出してやるから、ちょっととりあえずお前ドラゴスタペリアに変身しろ。変身超変身はい。相手ターンに妨害どんだけ増える、このデッキ。えぐいだろ。頭いかれてんだろ、これ。ハンシルどうぞ。いかれポンチなんだけど、これ完全に。はい、ムドラね。なるほど。ですね。まあ一応、ティアラメントサリークの効果使って、アギドの効果無効にしますよって言います。で、このカレードハートの反復横跳び強すぎて、カレードハートを反復横跳びしてるだけで相手はどんどん死んでいきます。あ、そうそう、あ、このターンは増殖していっております。はい、もう儚切れてるんで、まあ、でもあんま関係ねえなこれ、あんまり関係ない。まあ、一応ちょっと効果使っといて、墓地効果一応ね、もしかしたらワンチャンみたいなところだからこれ使っといて、で、カレードハートの、反復横跳びの効果に、チェーンしながら 増殖する字しか蘇生できないの草ミスター。まあいいや、いやもうどうせ勝てるんでいいです。でこれ攻撃表示、魂のゴキブリ攻撃表示からのカレードハート反復横跳び、うおー。特殊召喚成功時効果発動。なんかティアラメンツ送れるということですね。はい、でカレードハート効果発動。アギド、お前デッキに戻れ。メイル効果もうもはやいらねえわ、こメイルとか。おいバトル、くたばれ、うるる。つえつえ、やってることカレードハートで反復横跳びしてるだけやで。あまりに最強、なんて強いんだ。対戦ありがとうございました。来た、ハフニス、ハフニス来た。ティアラメンツ流テグダユーハーズ来たぞ。ワンチャンあるかもしれん。スプリガンズキット OK。スプリガンズキット効果、うおいけー、うおー。高校ゼロターン目ミドラ足だ、いけ、えっ、よしメイル落ちた、よし。オッケー、キトカラスは出る、オッケー、ルルカラス出た、来た、楽融合止めます。楽融合止めるの神すぎる、行くぜ。メイルの効果を発動、メイルと墓地のまたはヒールドまたテクダのモンスターで行く、ダビはい、すいませんでした。メイルーに、いやこれメイルーとシェイレイやったらなワンチャンあったんですけどね。メイルーとシェイレイやったら両方とも発動してなんかどっちかには不破かなくなっても大丈夫みたいなことは起きたかもしれませんが、普通にメイルーとかいうオチだったので、普通にメイルーは除外されてメイルーの効果無効になってしまいましたが、いやでもこれ言うてまだ大丈夫だ、俺はケルベクが残っているぞ。ケルベクはあの楽園融合には刺さるぜ。なんでかっていうと出てきたモンスターはバウンスできるから、
ここで、キキキが送らなければ大丈夫だと思う。多分、ま、戻せる。ミラジェットは出ない。あ、オッケー。悲劇とアルバスでしょ。で、はいはいはい、いいでしょうね。で、悲劇アルバスからの、レベリオン効果発動して手札切るの効果に、悲劇のデスピアンの効果で、はい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 、いいでしょう。で、手札切ります。ここで喜劇やめてね。あ、オッケー。悲劇、悲劇。オッケー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 。くらえー古戦兵ケルベグの効果発動。手札から墓地にカードが送られたため、自身を特殊召喚しながら相手のモンスターをバウンス。いくぜうおとうよし、これでミラジードは出せねえはずだ。召喚権もスプリガンズキットに使ってんな、あいつ。いけるぞ。これはいける。なんか手札やつないように見えて、手札やつ2枚もあるんですよ。ああ、ないように見えたでしょ、今。反動。あるんですよ、ちゃんと。マスカレード痛えな。マスカレードちょっと痛えな。アルベル、大丈夫だ。あいつは召喚権使ってるから持てねえ。よし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 。あ、伏せ1番の怖え。何それ。その伏せ何それ。その伏せ何ですか問題なんですけど。はい、なるほどね。あ、赤の楽園とかかもしんないのか。ちょ、めんどくせえな。まあ、取れてた、スクリームだけ発動するわ。スクリーム発動して、まあ、インスタントフュージョンから行くしかないかな。普通、一回殴りに行ってアーゼウスっていう説もあるんだけどね、これ普通にね。なんか、レベル4出して殴りに行ってアーゼウスして、相手の後ろを踏んでから、みたいな説も一応あんだけども、ちょっと様子見からな。これ一回、いや、エクシーズしたかったかな、これ。伏せカード何やれ。ちょ、怖すぎ。キトガロスは？キトガロス効果発動。チェーン1。いや、ライフきついな。で、スクリーム効果。チェーン2。で、発動。いや、これウサギギアできてる。逆か、これ、チェーン。あ、一滴か！あぶねえ。まあ、でもそ、だったらまだいいわ。一滴だったらまだいい。まあ、3枚墓地増やせる。からまだいいや。はい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 。いいですよ。いや、これ、一回アーゼウスで流しに行ったら逆に返り討ち食らってたから、よかったわ。じゃあ。あぶねえ。裏目を踏んでないぜ。大丈夫だ、なんとかなる。で、めっちゃ落ちた。やったキュイ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  CR CR ティアラメンツ、ちょっと、大当たり始めました。ビッグボーナスから、始めましたこれ。でビース効果で1枚ドローしながら、融合ですね。レイノハート落ちてないから、ルルカロスしか出せないかな。まあ、ルルカロスの方が強いか。楽園融合止めれるから多分ルルカロスの方が強くて、だったら普通にルルカロス出しに行ってよくて、シェイレーンとヒトカロスで融合召喚現れろティアラメンツルルカロス。打点抜いてるんですよね。ちなみにスクリームの効果で打点が下がってます。相手の、打点が500下がってます。これ一旦殴りじゃね。これ一旦殴りングですわ。ちょっと一回このターンはちょっとあのマスカレードの、著作権料徴収がうざいので、まあ、これでこう一旦こうしといて、まあ、キル取れそうではあったような展開したらワンチャン。一旦ケルベクを捨てながら出しに行きます。いや、ケルベク残した方が良かったかな、これ。でもさすがにモンスター横並べた方が強くね。さすがにこうでしょ、こうでしょ。で、効果発動しない。なんかワンチャン、あの相手の墓地もね、越えると石津ギミックが入ってるとかあるからね。ちょっとね、それがめんどくさいので、一回ハーフにすと、ムドラ使ってリンク召喚して、ダルク出して、でダルクで相手の墓地のモンスターパクれるので、パクってからエルフですね。どれがいいかな。どれでもいいな。こうかな。でエルフかな。でダルク巻き込むとエルフができる。これなんかね、接触する G、 ちなみに相手から飛んでくる可能性あるから、そういう場合はなんかあれらしいよ。てかこれケルベク出すの間違えたな、場所。まあいいや。真ん中はなるべく開けとくべきだよ、これ。エルフのために。まあ、これで相手ターン、メイルー蘇生みたいな動きできるんで、まあ、一応これで、エンドなんじゃないですか。墓守の罠あるし、ケルベックは一応、戻ってこれるか。で、ちょっと、楽園融合って言ってみて、はい。あの時、楽園融合なので、楽園融合を持たれるとめんどくさいので、楽園融合で行ってみる。当たれ当たんねえか。バーミリオンでくれやろ、オッケー。はい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 。はい。
で、あれ、ああ、強いね。なるほど。アルベル、効果、チェーンスクリーム、ティアラメンズがいる場合にモンスターが召喚特殊がされると、デッキを3枚墓地を増やすという効果、マスカリード効果、さすがに、一応赤の楽園とか持ってこられるとめんどくさいので、相手の墓地のカードをすべて戻していくスタイル。さあ、しっかりと墓地メタ刺さってるぞ。いいぞ、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 いいぞ。これで楽園融合を再セットすることもできないし、赤の楽園持ってきて撃つこともできないな。大丈夫か。まあ、ちなみにこれあのデスペアン悲劇から言われてもあの石津って言ってあの楽園融合をデッキ申し上げればセットできないですからね。はい、まあ、全てをケアできるスタイル。楽園融合いいだろ。撃ってみろよ。さあ撃て。やべえ、なんか落ちてた。キュイ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 。 CR ティアラメンツビッグボーハイパービッグボーナスゲットハウフニスとメイルは残した方がいいね。これでこうですね。1とかロッチアン出して、でチェイレーン効果でミドラ出す。まあもちろんシャドルが落ちてること確認済みよ。さあお前このターン特殊召喚1回な。特殊召喚1回頼む。おい行け、エルシャドールミドラッシュ。ふーん。そしてキトカロスの効果を発動するぜ。キトカロスの効果によって、自分の墓地にこれ使ってないの。あと何、俺全部使ったっけこれ。ちょ覚えてね。ちょマジで覚えてない。何を、俺は一体何を使ったのか全く覚えてないんだが、ちょ助けてくれ。スクリーム効果、トラップカードをおさじ。やべマジでわかんないがちった。皆さんはね、何を使って何を使ってないかだけをちょっとちゃんと把握してください。普通に間違えました。私はこれ完全にやってます。あー、それは無理。ルルカス効果で、あとバーミリオンデクララですね、相手ハンド。まあもう無理でしょう。はい、でバリバリするで墓地に送られて効果無効にしました。一応生き物残しとくか。なんか最後の方なんかぐちゃぐちゃってなったわ。最後の方めっちゃ下手くそやった。めちゃくちゃ下手くそやった。いやでもまあ大丈夫。今どこにしかやばい。スプライトエルフ効果で自分の墓地からこれ誰か蘇生しといたら打点で抜けないやろこれ全員。てかそもそも全員抜けねえじゃん。はい、でさあどうしますか。全モンスターが1300以上ありますね、かわいそうに。あまりにもかわいそうバトル。つなんかガバガバプレイングガバいけどめっちゃ勝てるぞ、強すぎる。はあ、対戦ありがとうございました。いや特訓足んねえなこのデッキ。まあ無限にプレミするね。なんか回し慣れてないのが顕著に出るタイプのデッキだこれ。強欲で強欲なツボ。カードを10枚除外してカードを10枚ドローね。はい、いいよ。きめーきめーきめーティアラメンツ実装初日に絶対こういうデッキ使うやつ現れると思ったんだよな。きめー、マジできめー。クセカードも何枚かあんのか。うわ、きめー、なんだそのカード。クソゲーだなマジで。いやでも言うてヌトスをすれば破壊できるかこれ。デクレラディバイナーを召喚、効果はそう。デクレラディバイナーの効果、さあ転移速モンスターを墓地に送るぜ。ちなみにメクロバレーはね、墓地からカード戻すとか移動する効果は無理なんだけど、ヌトスの効果とかで普通に破壊できるんで、まあなんとかなります。ネクロバレーで積むと思ったかバカタレが。ネクロバレーごときで積むと思ったかバカタレが。ティアラメンツスクリームを発動。そしてスクリームが存在している場合、ティアラメンツモンスターが出てくると墓地を肥やせるぜ。さあそんな大座単体ごときで大座ぼっとして勝てると思ったかバカだれが。行くぜ
インスタントフュージョンを発動。インスタントフュージョンの効果によりティアラメンツキトガラスを特殊召喚。プリン、ロイヤル加工。一応ウサギケアするのこっちがチェーン1か、こっちチェーン1で、そして、ティアラメンツキトガラスがチェーン、2で発動。まあ、裏がケアするかウサギケアするかみたいな。は？きしょこいつ、きっしょこいつ、きっしょこいつ、闇属性モンスターの方が無効されてキモ。ちょっと待って、ケルベックはケルベックは発動していいか、ケルベック発動、あーでも一応アギドいいのか、ケルベック発動、あ、分かったぞ。いやこれランク4とかで、ね、どうにかなんねえかな、これ。あ、バランスしてるよこれ。あ、いける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 ぞ。これもう全部吐きだ。これはもうモンスター効果使っても意味ないから、闇属性モンスターの効果を使っても意味ない。あ、レイノハートは意味あるか、レイノハート意味ある。レイノハート効果、これ水属性だから無効にならない、神ゲーで、小衛兵アギド効果。あー、そんなゴミカードで積むと思ったかバカ誰が。行くぜ、アギド特殊召喚、そしてモンスターを特殊召喚します。自分の墓地からもう、ネクロバレーがないんで、ネクロバレーがないってこういうことです。そしてレイノハート特殊召喚で、サリークを捨てて、そしてサリークの効果を発動。レイノハートの効果はキャンセル、意味ないからね。闇属性のカード墓地置くとも意味ないから。そしてうおー、フールドバロネスシンクロ召喚。すごくないですか、このデッキ。こんなゴミみたいなメタカード2枚貼られてますけど、余裕で動いてるんですけど。強すぎて草なんですけど。これ破壊します。でメール出します。はいはい、ほいほい、闇属性モンスターの効果もう使えるようになってるぜ。メールじゃなくて人からする効果の話か、人からつく効果とはミリ効果発動。さあデッキトップ8枚を墓地の送り、その中のカードを誘発させるぜ。うおー、なんか落ちろ、なんか落ちろ、なんか落ちろ、あーなんか、あーでもいろいろ落ちたな、いろいろ落ちた。スクリームは使っていい、脳死で。スクリーム効果発動で、メタノイズ効果発動で、自分の墓地から、あーそういう感じね、なるほど。これ全部墓地行ってっけど、これ効果発動できないやつですか。カレードハートいうか、カレードハート出せる。あ、ん？これハーフにして僕は使ったっけ？これ今回収したらミスったな。あ、ミスった。やべ。いや、ミスった。ミスったー。いや。いけるか。エルフ。これ最適解を探してるとマジで時間なくなるのよね。ほんまに、このデッキ。いや本当にやばい、このデッキ。プレイングというか選択肢が多すぎてガチでやばいんですよ、ほんまに。ちょっと一回さ、ヌトス砲をさ戻してさ、次のターンヌトスを撃てるようにしとくわ。一回もう一回ね、あ、メールもう全部落ちちゃったんじゃん。メール一枚戻して、はい。で一応デクララディバイナーいるんで、あの伏せ方なんか知らないですけど、一回これで特殊召喚だけはしておきましょう。でこれはねモンスター効果無効にできるので、コストでこれ置いといたらいいんじゃないですかね。で蘇生するのはデクララディバイナー。さあ激キモネクロバレーと暗闇を吸い込むマジックミラーを発動されましたが、完全に場面を犯しております。このデッキやばいことが起きてる。ネクロバレーと暗闇を吸い込むマジックミラー返してるんですよ俺今。なんか相手なんか絶対になんかそのティアラメンツを殺そうみたいな意思を感じますけど、そんなカードじゃ止まんないってことこれ。このデッキ嘘でしょ。メインフェーズ終了前はお前一応使うしかないよな。さあスプライトエルフの効果を発動するぜ。デクレラディバイナーを墓地から特殊召喚していく。そして特殊召喚成功時デクレラディバイナーのモンスター効果をチェーン1、そしてチェーン2スクリームの効果を発動。さあデッキトップ3枚を墓地に送るという効果と、リクララディバイナーの、モンスターを墓地に送るという効果が起動していく。いけ！ヌトスを発射！メイリー落ちたー！
とかこれバウンス、バウンスじゃねえや、あの破壊すんの裏でよかったな。じゃあ、メイリー効果、キトカロスと、レイノハートを、融合して融合召喚、現れろティアラメンツカレイドハート、特殊召喚成功時効果発動。いやこれ絶対逆でよかった、逆でいい、まあ、いいや、ティアラメンツカレイドハート、今チェーンないんで、あのゴミですね多分あのカードは。さあ帰れ、ピョイーンそして誰もいなくなったネクロバレー貼られてこれ勝てるってマジ、このデッキネクロバレーと暗闇を吸い込むマジックミラー、相手ドヤ顔で発動してっけど、なんか盤面エグいことあったけど大丈夫、ガンメタデッキぶち殺しちゃってっけど、このデッキこれ赤いやろこれ